ジェームズ・ミッチェルはアメリカ合衆国の陸上競技選手である。彼は1904年に開催されたセントルイスオリンピックの重水投げで銅メダルを獲得した。アイルランドで生まれ、後にアメリカ合衆国へ移住した。投擲競技に才能を発揮した彼は19世紀の末から20世紀初頭にかけてアメリカ国内はもとよりイギリスカナダアイルランドの競技会で76回の勝利を記録していた。このような実績から同じくアイルランド系のジョン・フラナガンが登場するまで最も偉大な投擲競技者と認められていた。彼やフラナガンを含めたアイルランド系の投擲競技選手たちはその巨大な体育と圧倒的な強さからアイルランドのクジラと呼ばれていた。ミッチェルがセントルイスオリンピックへの出場を果たしたのはすでに全盛期を過ぎた40歳の時だった。彼はこの大会で重水投げ、円盤投げ、ハンマー投げの3種目に出場した。得意種目のハンマー投げでは出場6選手中5位、円盤投げでは出場6選手中の最下位に終わった。重水投げでは出場6選手中の3位となり、銅メダルを獲得している。その他に綱引き競技にもニューヨークアスレチッククラブチームの一員として参加し、4位に入った。ミッチェルは次のアテネオリンピックにも参加を目指していた。しかし、アテネに向かう旅の途中、乗船していた船が暴風に遭遇して負傷する不運に見舞われてしまい、出場を断念した。後に、ニューヨークでよく知られたスポーツライターとなってポロや漕艇競技に関する本を数冊執筆している。オリンピックアスリーツボーン・イン・エンリー、ティッペラリー、アイルランド2011年5月7日閲覧。重水投げとは56ポンドの重水を投げてその距離を競う競技である。この競技は1904年セントルイスオリンピックと1920年アントワープオリンピックの2大会のみ採用された。近代陸上競技の歴史13ページ。2人の他には、マーチン・シェリダン、マット・マクグラス、パトリック・ライアンなどがこのニックネームで呼ばれていた。ハンマー投げでは1886年から1892年にかけて11回世界記録を更新している。アスレチックス・アット・ザ・1904ストリート、ルイス・サマー・ゲームズ。メンズハマースロー2011年5月6日閲覧。アスレチックスアットザ1904ストリート、ルイスサマーゲームズ、メンズディスカススロー2011年5月6日閲覧。アスレチックスアットザ1904ストリート、ルイスサマーゲームズ、メンズ56、パウンドウェイトスロー2011年5月6日閲覧。タッグオブ、ウォーアットザ1904ストリート、ルイスサマーゲームズ、メンズタッグオブウォー2011年5月6日、閲覧。この大会は、現在のオリンピック誌では、非公式扱いとされている。詳細については、当該項目を参照のこと。ありがとうございます。